シルフ、この四精霊がいれば世界を変えられるんですね。あとはこいつでどうやってあの最悪野郎をぶちのめすかってことだが、精霊は計算外だったけど予想以上の結果は得られたと思う。あとの方法については任せて。それじゃあ旅の目的は一段落ついたんじゃな。だな。まだ最後の大仕事は残ってるけど、でもこれ以上事態も悪い方へとは転がらないと思うわ。おそらくそうか。パティ、どうしたの？腹が減ったのじゃ。腹が減っては戦ができんのじゃ。いつもみたいにおでんでも食っとけば。それはいいアイデアなのじゃ。そうするのじゃ。いつまでもうやむやにはできんの。
えらく閑散としてるな。氷人界を通って避難したんでしょうか。隣のトルビキアじゃないかな。トリムとかさ、船がまた使えるようになったのかもしれないわね。何にしてもこんな空の下じゃ逃げ出したくもなるわな。じゃあ私は買い物してくる。私も行っていいです？あ、うん。じゃあ、あんたらは宿屋で待ってて。わかった。お客さん、こんな時に旅行かい？こっちは閑古鳥だから助かるけど。ティグルさんちも避難したらしいよ。エフミドの丘が通れるようになったとしても、頭の上があれじゃな。こんな時でも港町はやっぱり物があるわね。おかげでなんとかなりそうだわ。何買ってきたんだ？術式紋章一揃えとコンテナパーツです。何しようってのよ。精霊の力を収束するための装置を作ってるの。即席のデインノモスをね。デインノモスか。リューク、今頃何してんだろうね。さあな。あいつ相当思い詰めた感じだったが。パティ、どうした？うちは腹がすいたのじゃ。何か作ろうか。その気持ちだけで感謝感激なのじゃ。でも今食うと太るのじゃ。空腹を紛らわすのは寝るのが一番なのじゃ。おやすみなのじゃ。寝る子は育つって言うけど、パティちゃんは育たないね。リタの方も時間が必要だろうし、その間俺たちは休ませてもらおうぜ。そうですね。起きてるよ。パーティーだな、今の。こんな夜中に一人で出ていくなんて心配です。ああ、そういえば何か考えてる風だったな。アイフリードのことでも考えてたのかしら。ジュディス、起きてたんです？そういえばあの子、最近アイフリードのこと口にしなくなったわね。リタまで。おっさんも起きてるわよ。私ちょっと様子見てきます。私も行くわ。女の子が一人フラフラで歩くと危ないもの。いやいや、ジュディスちゃん、女の子二人でも危険よ。おじさんも護衛につくよ。私も行く。しょうがねえな、まったく。みんなどうしたの？起きたか。ちょっと出てくるから留守番しててくれるか。え、何？どこ行くの？置いてかないで。ガキンチョも行くってさ。じゃみんなでこそっと見てきますか。
行くぞ。パティ、待ってください。みんな、どうして？それはこっちのセリフよ。一人で何してんのよ。精霊も揃った。この先は命を懸けた大仕事なのじゃ。でも、その大仕事の前に自分の中の決着をつけようと思ったのじゃ。それはアイフリードのことか？これはうちの問題なのじゃ。誰にも任せられない、うちの。だからって一人で行かなくても。あれ、アーセルム号よね。どうしてここに？パティ、お前が呼び出したのか？そういえばパティちゃん、マリスステラ掲げてなかった？つまりマリスステラってのはあいつを呼び出す道具だったってことか。こいつの片割れと引き合っておるのじゃ。つまりその片割れがあの船の中にあるってことね。でもマリスステラって、あれ、それはあんたの言う問題ってのと何か関係あんの？のじゃ。じゃ行こうぜ。え？行かないのか？ついてきてくれるのか？俺たちと一緒にいて一人で行かせてもらえないのは分かってるだろ？ありがとうなのじゃ。だが最後の決着だけはうちがつけるのじゃ。ああ、わ。あそこにボートがあるわ。乗っていきましょう。ねえ、もしかしてあの船にアイフリードがいるってことかな？さあな。まあ、行ってみりゃわかるさ。アイフリードが隠した宝物を探してたんだよね。アイフリードに会って記憶を取り戻すために。じゃ、で、見つけたのがそのマリスステラなんだよね。そうなんじゃが、ちょっと違うのじゃ。マリスステラはアイフリードが探してたお宝なのじゃ。あんたが探してたものとじいさんが探してたものが同じってこと？それでじいさんに会えるの？マリスステラを使えば会える。それは間違いではないのじゃ。ってことはやっぱりアイフリードがこの船に。それは、な、何を？上だ。あの魔物、ここで倒したわね、前に。パティ！まさか、あれがアイフリード？あれが？そんな、でも。とにかく俺たちも行くぞ！ええ、
確か船長室から上に上がるはしごがあったわね。じゃなくて、サイファーはそのアイフリードの参謀の名前だわね。確か。パティ、こりゃうだうだしてる暇なさそうだぜ。サイファー、今決着をつけるのじゃ。待っておったのじゃな。
体こいつは何者だ。事情を聞かせてもらうわよ。が戻ってやがったか。アイ・フリード。あれは。アイ・フリードか。サシーナ。アイ・フリードって、まさか。アイ・フリードはうちのことじゃ。どういうことです？サイファー、うちがわかるのか。ああ、だが再び自我を失い、お前に刃を向ける前にここを去れ。そういうわけにはいかないのじゃ。うちはお前を解放しに来たのじゃ。その魔物の姿とブラックホープ号の因縁から。俺はあの事件で多くの人を手にかけ罪を犯した。じゃあブラックホープ号事件ってのは。ああしなければ彼らは苦しみ続けたのじゃ。今のお前のように。あの事故で魔物化した人たちをサイファーは救ったのじゃ。だが彼らを手にかけた俺はこんな姿で今ものうのうと生きている。うちを助け逃がしてくれた。だから今度はうちがお前を助ける番なのじゃ。サイファー、アイフリード、俺をこの苦しみから解放してくれるというのか。お前には随分世話になった。荒くれ者の集まりだったセイレーンの牙をよく見守ってくれた。そしてうちをよく支えてくれたのじゃ。でも、ここで終わりなのじゃ。パーティー、サイファーだけは、うちが。辛い思いをさせてすまんな、アイフリード。辛いのはうちだけではない。サイファーはうちよりずっと辛い思いをしてきたのじゃ。うちらは仲間じゃ。だからうちはお前の辛さの分も背負うのじゃ。お前を苦しみから解放するため、お前を殺す。その決意を支えているのはそこにいる者たちか。そうか、記憶もなくし一人で頼りない思いをしていないか。それだけが気がかりだったが、いい仲間に巡り会えたのだな、アイフリード。受け取れ、これを。これはマリス・ゲンマ。これで安心して死に行ける。さあやれ。
ないファ。我慢しなくてもいい。泣きたければ泣いた方がいい。辛くても泣かないのじゃ。それがうちのモットーなのじゃ。パティ、うちは泣かないのじゃ。涙を見せたら死んでいた大切な仲間に申し訳ないのじゃ。うちはセイレーンの牙のボス、アイフリードなのじゃ。だから泣かない、絶対泣かない。泣きたく。起きたわよ、泣き虫が。どうだ、ひとしきり泣いたら楽になったか。全然大丈夫なのじゃ。よし。で、これからパティはどうするんだ。そうね、記憶も戻ったようだし、会いたい相手にも会えたわけだしね。もちろん、ユーリたちと一緒に行くのじゃ。いいんです、それで。じゃ、さすがに星はみを放っておくわけにはいかんのじゃ。それにここまで来たのじゃ、最後までついていかせろ。んじゃ、改めてパーティーよろしくな。うむ、よろしくするのじゃ。ちょっといろいろ聞きづらくて聞けなかったことがあるんだけど。ま、気になることはあるだろうけど、おいおい話聞いていこうぜ。のじゃ、気が向いたら話をするのじゃ。でもさ。何？ジュリー、何があった？ちょっと、あっちってアスピオの方じゃない。何が始まるの？でかいのは何よ。山、おにゃ、建物みたいなのじゃ。タルカロン。え、あれはタルカロン。精霊たちがそう言うんです。デュークだよ、それしか考えられねえ。あれで星はみをどうにかしようってんだろ。どいた、どいてくれ。黒くて長い髪のあんた、ちょっといいか。なんだよ。あんたみたいな風貌の人を見かけたら教えてほしいって騎士団の人に言われててな。
何でも新しい騎士団長フレンドモについて話したいことがあるとか。何だと？人違いじゃなさそうか。ああなあ、俺を探してたやつって猫みたいな釣り目の姉さんとリンゴみたいな頭したガキか？ああそうだが。宿で待ってりゃいいか。ああそれでいい、呼んでくる。ユリ・ローウェル。ソディア。でフレンがどうしたってんだよ。はい、あの怪物が空を覆ってから大勢この大陸から避難しているんです。でもギルドの船団で帝国の護衛を拒否するのがいて、隊長はそれを放っておけなくて、魔物に襲われた船団はヒピオニアに漂着。僕たちは戦ったけど、だんだん追い詰められて、私たちだけが救援を求めるため脱出させられた。でも騎士団は各地に散っていて、もう皆さんにお願いするしか方法はないんです。しかし時が経ち過ぎた。隊長はもう。相変わらずつまんねえことしか言えないやつだな。何？諦めちまったのか？お前何のために今までやってきたんだよ。私はあの方、あの時だって。メソメソしててめえの覚悟を忘れて諦めちまうやつにフレンのためとか言わせねえ。覚悟？リンゴ頭、ヒピオニアだったな。ええ、そういうわけだ。ちょっと行ってくるわ。みんなはタルカロンに行く準備を。え？私たちも行きますよ。そうだよ、悪い癖だよユリ。そう言うけどな、割とヤバそうな感じだぜ。ならなおさらあなた一人で行かせるわけにいかないわね。それにバウルが言うこと聞かないと思うけど。一人はギルドのために、ギルドは一人のためになんでしょ。時間ないならちゃっちゃっと言って片付けようじゃないの。うちは噛みついたウツボ以上の勢いで死ぬまで有利について回るぞ。ったく付き合いいいな。おう、ブレイブベスペリア出撃。うん、頼みましたよ。じゃあソディア、僕たちは引き続き救援部隊の再編を。ああ、ユリ・ローウェル。ユリ・ローウェル、なぜだ？どうしてあの時のことを咎めない？私はお前を水に流したつもりはねえけどな。俺諦めちまった奴に構ってるほど暇じゃねえんだよ。諦めてなど。ならなんで一人ででもフレンを助けに行かない？俺を決してでも守りたかったあいつの存在をどうして守りに行かねえ？私ではあの人を守れない。頼む、彼を助けて、お願い。言われるまでもね。お願い。ああ、あんたの言うことで一つだけ同意できることがあるぜ。俺は罪人、いつ切られてもおかしくない。
そしてフレンは騎士の鏡、今後の帝国騎士を導いていく男。俺はさしずめ、あいつにふさわしい奴が現れるまでの、ま、ユーリ。フレンってなんかいつも危険な目に遭ってる気がするね。彼はいつもそうです。人々を守るために自分が傷つくことを厭わない。あいつ無茶するからな。あんたもそうでしょ。まさにルイトモってやつね。あら、みんな同じでしょ。あ、何がよ。ブレイブ・ベスペリアは面倒なことになっても結局放っておけないものな。みんな放っとけない病だからな。はい、だからフレンも放っとけないんです。うんうん、そうそう。じゃあ、放っとけないから無茶しに行きましょう。まさか全部倒していくつもり？平気なのじゃ。2日ほどあれば全部倒せるのじゃ。多分2日って。そんなのんきな。リタ、例のリタ製デインノモス使えないか。星はみぶっ飛ばすみたいに魔物蹴散らすってか。そうね、精霊の力に指向性を持たせて結界状のフィールドを展開し魔物だけを排除か。できるはずよ。でもそれは星はみに対するためのものでしょ。けどそれしか何とかする方法を思いつかないよ。今使うか後で使うか悩ましいところじゃの。使わせてくれないか。頼む。私からもお願いします。デインノモスは人を救えるものって信じたいから。これぐらいバーンとできちゃわないと星はみになんて通用しないわ。そう、ならそうしましょうか。ユーリのアンちゃんがわがまま言うのも珍しいしな。たまには聞いてあげないとね。ったく、茶化すんじゃねえっての。それで具体的にどうするの。魔物が一番集まってるところで起動。これだけ。簡単でしょ。簡単だな。おいおい、ねえ、せっかくだからその装置名前つけようよ。リタ製デインノモスじゃあんまりだし。は？あ、まあ好きにすれば。明星一号どう。やめればよかった。まあいいんじゃないか、シンプルで。バウルでも下手に近づくと危険ね。少し離れたところで降りるわ。よし、一丁行くか。すごい状態。あの中に突っ込むんだ。見て、あそこ。おいおい、相当追い込まれてるぜ。見えなくなってしまったのじゃ。急いだ方が良さそうね。思い切って突っ切りましょう。行くぞ、あぐれるなよ。でさ、結局そのマリスステラとなんだっけ、マリスゲンマだっけ、何なの。だから大海賊の証なのじゃ。
この二つが一つになった時、楽園の扉が開かれるのじゃ。楽園？うわ、嘘くさいわね。あんたら夢を見そうよ。そもそも古今東西そういう楽園の伝説ってのは山ほどあって、どれもこれも眉唾なのよ。眉唾を眉唾じゃなくするのが冒険家たるうちらの使命なのじゃ。ねえねえ、その楽園って何があるの？さあの、どこにあるのよ。さあ何よ、わからないことばっかじゃない。わからないからこそロマンがあるのじゃ。リタ姉の求めてる魔道学も同じなのじゃ。答えがはっきり出る魔道学とあるかどうかわからないものを一緒にするな。パティ、リタに何を言っても無駄だよ。Get out!
していきますか。そうと、くたばんないように気をつけろよ。心配無用、君こそよそ見してたら足元救われるよ。お前があまりにもいい男だから見とれちまってよ。何バカな冗談も、ほら動揺してる場合じゃねえぞ。動揺なんてしていない。勝つな勝つな、真面目に戦えよ。俺でも真面目だぜ。話しかけられると集中できないんだ。俺話してないと集中できない。しょうがねえ。受けてやっぱらんぞ。山田進行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 進飛ばしていきますか。よっ立ち上がれ。騎士団長、君も腕上げたね。群れの中心だ。まだ戦い足りねえけどな。こんな時だというのに君は楽しそうだな。お前こそ。さあユーリ、おう、くらいな。これで大丈夫。ありがとうございます。エステリーゼ様、あまり無理するなよ。明星一号壊れちまったか。悪いことしたな。うん、コンテナに使ってた素材がもろすぎたみたい。すまない、僕らのために。大丈夫、コアも無事だし修理はできるわ。ただ思った以上に怪我人が多いのじゃ。エステルのおかげでみんな命は取り留めたけど、すぐには動かさない方がいいわね。しばらくここで
守り抜くしかないか。それならここを砦にしてしまえばいいんじゃない。お久しぶりね、ユーリ君。ブレイブ・ヴェスペリアの噂聞いてるわよ。手配してた傭兵では十分じゃなかったよね。こちらの不手際で迷惑かけたわ。いえ、ギルドも今混乱しているでしょう。ご尽力感謝します。お詫びと言ってはなんだけど、ここの防衛に協力するわ。あんたが戦うってのか。まさか、私は商人よ。まあ見てらっしゃいな。フレン隊長、無事でよかった。ウィチル、何かあったのか。はい、例のアスピオのそばに出現した塔ですが、妙な術式を周囲に展開し始めました。紋章から推測するに、何か力を吸収しているようです。それに合わせてイリキア全土で住民が体調に異変を感じ出しています。吸引体調、それって人間の生命力を吸収してるってことじゃん。デューク、生命は純度の高いマナー、それを攻撃に使うつもり。人間全ての命と引き換えに星神を倒すってのはこういうことだったのね。術式は段階的に拡大しています。このままいくといずれ全世界に効力が及ぶ可能性が。そんな、うだうだしてらんねえな。でも思った通り、このままだと精霊の力が足りないわ。明星一号を修理してもそれだけじゃダメね。あんなすごい威力なのに。星神の大きさからするとあれの何百倍もの力が必要になるわね。何百倍？そりゃまた。やっぱり最悪相手ともなると途方もない力がいるんじゃの。やっぱコアを精霊に変えるしかないか。待ってくれ、僕らにも分かるよう説明してくれないか。そうだな、ちゃんと話そうと思ってたことだな。フレン、ヨーデル殿下やギルドの人間にも聞いてもらいたいんだ。ここに呼べねえか。もうユーリ、皇帝をこんなところに呼びつけようっていうの。君は本当に君のままだね。それでこそ有利なのじゃ。なんだってんだ。わかった、なんとかしてみるよ。その代わり、ユニオンやパレストラーレンの人たちには君が話をつけてくれ。わかった。ならラングレストとノードポリカね。ああ、またひとっ飛び頼む。ユーリ、隊長を助けてくれて、その、感謝している。みんな、ちょっと先行っててくれ。
別に誰にも話しゃしねえよ。なぜ？あんたがあの時なぜ俺を殺そうとしたのか分かっちまうからだよ。自分の手を汚してでも守りたいものがある。激しい感情にとらわれて自分でも思いがけないことをしちまう。許されないことをしたのは分かっている。罪に何の咎めもないなんて、いっそ恨まれた方が。甘ったれんな。俺は別にあんたのために恨まないわけじゃないし、あんたを楽にしてやるために恨むつもりもねえ。私はどうすれば。俺はあんたにけじめをつけることなんざ何もねえからな。てめえで考えな。分かんねえなら俺じゃなくて全てを話せる仲間と考えてみな。その上でフレンを守るってんならダチとして感謝するさ。有利のアンちゃん、ソディアにはいつも厳しいね。わかる気がするけどね。ああいう全身から堅物オーラが漂ってるのって好きくないし。まあそう言いなさんな。騎士なんて奴らはみんなそんなもんよ。お前さんや有利みたく思考が早い子たちにはない堅くなさが彼女みたいなのの売りなんだからさ。堅くなさが売り？余計わかんなくなったんだけど。そうだろうね。だから話してるとお互いイライラしちゃうんだろうね。たちつえ。傷が治せても痛いのは嫌ですもんね。痛めつけられるのを見るのも意外と面白いけれど。あんた怖い。傷は男の勲章なんだよ。傷つかない戦いなんて意味がない。あら、痛いのがお好き。そういうことじゃねえっての。全然わからん。リテッチは痛めつけられるより痛めつける方が好きそうだしね。そうよ。あんたも十分怖いわ。Thank you.
パッティ、今日も料理当番なの？ここのところずっとよね。変わりましょうか。うんにゃ、好きでやってるから問題ないのじゃ。本当に下心がないのかしら。あの子のことだから、なんか打算がある気がするのよね。パッティはいい子ですよ。でも、食事で有利を釣ろうくらいは考えてそうね。食いもんで俺を釣るなら、俺だけ特別メニューくらいはしてくれねえとな。そこまでのひいきはされてないよね。知らんのなら教えてやろう。一家の食事を預かる者が真の権力者なのじゃ。権力者？食事を任された人間が家では一番力があるということね。なのじゃ。食事は大事だからうちをないがしろにはできないはずじゃ。確かに食事を握られると逆らいがたくはあるな。みんなうちを敬うといいのじゃ。
Thank you.
順調に航海中だね。でもどっちの方向に向かっているのかが私よくわからないわ。周りが霧だらけって感じ。いいんじゃねえのか。鬼が出るか蛇が出るか無計画というか無軌道ね。でもそれはそれで楽しみかも。目の前にすごいお宝が現れたりしてねカロル先生はすぐびっくりするのにそういうこと言うんだからな。僕はびっくりするのが趣味なの。旅はびっくりしてこそ価値があるでしょそれはいいわね。じゃあこれはこのままでいきましょう